待たせしました。女性の皆さん、今回ちょっと女性の企画をチャレンジしてみたいと思います。11歳と2ヶ月の女の子ね、最終身長ね、予測してですね、どのようなアプローチができるのかね。身長ビヨン、医師学学科生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること発信していきたいと思います。身長の増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただく内容なんですけど、お待たせしました、女性の皆さんということですね。女子の身長伸ばす方法ということでお話しさせていただきたいと思います。比較的ですね、私の動画見ていただいている方の比率としては男性が多くて、やっぱね、男性の方が身長が気にされる方多いんでしょう。そういったところがですね、まあ、どうしても男性寄りの内容ばっかりになってしまいますので、なかなかね、女性を取り上げる機会難しかったんですけども、今回ちょっと女性の企画をチャレンジしてみたいと思います。女性の方、ぜひ見ていただいて再生回数を回してください。再生回数が回らないとね、企画がね、頓挫してしまうってところですので、ぜひね、女性の方々最後までご覧いただいて、高評価ボタン、そしてチャンネル登録で全てお願いしますということでお話しさせてください。ということでですね、本題に移りたいと思いますが、今日はですね、11歳と2ヶ月の女の子ね、モニターを使用していきながら、最終身長をね、予測してですね、どのようなアプローチができるのかね、そういったところをお話していきたいと思いますので、女性の方ですね、女性のお子様の持ちのですね、お父様お母様をぜひ最後までご覧いただいて、身長のマスターに役立ててください。それでは手元の画面に移ります。それでは今回ですね、11歳と2ヶ月の 150.0cm のお子様が将来何センチなのかね、まず予測していきながら、それに対してね、何ができるのか、そういったところをね、お話しさせてください。女性の方必見ですよってことでいきますよ。最終身長でまず予測していくわけなんですけども、最終身長を予測するときは、まあ、男性であれ女性では同じです。基本的に5個の項目をまず考えていきますよと。一番初めは現在の身長、そして2番目が成長曲線、まあ、過去の身長です、昔の身長、そしてレントゲンの結果、そして思春期症状、そして両親の身長で、まあ、この5個の項目をまず考えるわけです。そしてその5個の項目をまとめて、これぐらいになるでしょうと。そして採血の結果を踏まえて、さらに修正して予測していくというところをまずやっていきたいと思います。まずね、1つ目のデータですね、ということで、まずね、現在の身長ですね、まあ、最も最終身長を予測する上において大事な項目なんですかと言えば、現在の身長が最も大事になります。11歳と2ヶ月で 150.0cm のお子様がですね、まあ、仮に日本人の平均的に伸びていったらね、どうなるかと考えていきましょう。ここではね、当然なんですけど、いつも通り成長シートを使っていきます。ということで、成長シートですね、こちらの成長シートですね、欲しい方は無料で LINE でお渡ししてますので、公式 LINE の方に、ね、成長シート希望というふうにお送りください。こちらの表はですね、私が身長先生の成長シートとして商標登録を取っているものになりますね。この表を使うとさ、あっという間に最終身長が分かる超優れものですね。今回は11歳と2ヶ月になりますので、横軸がこういうふうに、ね、年齢になってます。11歳2ヶ月であれば、まあ、11歳と16歳のこの間の部分ですね、ここに線を引いてもらって、自分の身長を当てはめるわけですね。今回見てるとここに該当するわけですね。 150.0cm だけですから、ちょうどここの間になりますので、ここにいらっしゃるということになります。なので仮に日本人の平均的にね、このお子様が身長伸びていたらどうなるかというと、このまま真下に降りていくんですね。この真下に降りていった身長が最終的な身長になります。まずそこからいくと 161.2 から 161.8、 先ほどの表でいくと、ここはまず 161.2 から 161.8 と、平均的に伸びたらそれぐらいのペースでしょうってところです。ただしこれはあくまで平均になりますので、平均の伸び率が高い子もいれば低い子もいるわけですので、今後ですね、どちらの方に向かうかというのを2番目以降に検討していきます。ということで、じゃあ2番目とか成長曲線から予測するということでね、今日の身長に対して昔の身長どうかなというふうに見ていきたいと思います。で、昔の身長ですね、黄色く色塗ってもらってますので、各項目ですね、まあ、例えば3歳だったらこれぐらいですよとか、こういうふうに色塗ってくださいね。そうするとこういうふうに軌跡ができるわけですね、ぐーっとね。今回のね、グラフを見ると非常に分かりやすいタイプ、全体像を俯瞰してみるとこういう感じですね。ぐーっと来て、ぐっと上がると、でここからぐーっと来てね、ここで明らかにこういうふうに大きくシフトしたっていうところが今回のポイントになります。これはあくまで日本人の平均的な身長伸びにしてますので、まあ、ここからここは非常に平均的に伸びてるけども、ここからここに関して言うと非常に平均が逸脱している、平均よりもはるかに大きくですね、身長伸びたってことになりますので、これなんでだろうってところで少し気になるわけになります。この時期がどんな時期かなって見ていきます。これが何歳頃かなってこうやって見ると、大体まあ9歳ぐらいですね、9歳ぐらいの時に非常に身長伸び率が上がってるってところで、例えばですけど、女性ですと9歳ぐらいだと思春期が始まってる子もいらっしゃいますので、もしかしたらそういったようなところかもしれないというふうな目で見るわけです。そうするとどちらかというとこのぐらいね、早熟っぽいのかなという印象になってくると思いますので、そうすると平均的に伸びるのではなくて、どちらかというとこっち側に行く傾向があるんでしょうというような表現ができると思います。ということで、先ほどの2番目の項目、成長曲線から早熟傾向であり最初の数値より低くなるでしょうと。次ね、骨のレントゲンですね、レントゲンの検査からどうかなって見てみると、早熟傾向がまさに当てはまるということで、骨の年齢は12歳と0ヶ月分
ふうな評価しましたので、やはり早熟でしょうと。実年齢が11歳と2ヶ月ですので、だいたい8ヶ月程度の早熟傾向ということになります。でこの8ヶ月程度の早熟っていうのはどれくらいの程度かってことなんですけども、いわゆる超早熟の子がだいたい2年ぐらいのイヤーですね。ですので、まあそれから比べると早熟傾向としては弱いのかなと思うんだけども、1年近くってことでかなり早熟という表現もできますので、マックスが2年ぐらいですよ。病気じゃない程度でだいたい一番早くは2年ぐらいかなって印象を受けてますので、ね、マックスまで到達しないけども明らかに早熟傾向でしょうってところで、残念なんですけど今回で最初のこういった平均的伸び率よりは期待値が低くなるというような表現になります。それに対して今回じゃあ新規症状見てみましょうということで、女の子の方は大きく分けると2つの項目をよく見ます。乳房の発達と所長がいくつかこのお子さんに関して言うとね、乳房の発達は9歳0ヶ月で、初潮の方が10歳11ヶ月ということで、ここからですね、この早熟基準にしっかりと当てはまるような感じなんですね。この早熟基準というのは、正直言うとね、超早熟基準ね。正直、ここから相当早いなって印象になりますので、むしろ先ほどの骨のレントゲンの検査の結果というのは、どちらかというと、まだ甘い方なのかなっていうふうに思うわけです。例えばですね、この情報を踏まえて、先ほどのもう一回成長シートを見ていきましょう。じゃあ先ほどの成長シートをもう一回見てみると、仮になんですけども、今回ね、骨の年齢が12歳0ヶ月を表現ですね。体が全部12歳0ヶ月だったらどうなのかなと一緒に見てみましょう。で、12歳0ヶ月とかこうやって引いていきますよ。で、ここってこと。12歳0ヶ月で同じ 150.0 センチのお子様がもしいらっしゃったとしたら、その子がどれくらい伸びていくかっていうと、158とか、158.7 とか、それぐらいまで伸びるわけですね。なので、これも一つの目安になっていますので、こちらの程度に向かうんだなと。で、向かう程度はこういったところが一つの目安でしょうという表現になっています。で、それでこういったような数字がですね、一つまた見えてくるわけです。で、それに対して今回ですね、乳房とか初潮っていうのはね、早い。しかもかなり早いっていう側面からすると、さらにですね、こっちが左側に傾向があるでしょうと思います。例えばなんですけども、いろんな情報を全部無視して、こういったですね、初潮が11歳とか、乳房が9歳0ヶ月だと、最も早熟ですので、こういうふうに表があったですね、ここのマイナス 2SD ですね、まあこういったところに該当してくるんですね。なので、春季症状からは、この骨年齢以上にさらにこっち側に引っ張るパワーが強いっていう表現になってきますので、かなりですね、まあ、高校の最初の予測からですね、どんどんこっち側に予測がシフトしているというのは、皆さんも何となくイメージが湧くと思います。そして、5番目の項目ですね。5番目の項目は、ご両親の身長から計算するところですね。まあ、両親の身長はですね、遺伝身長に関して言うと、お父様は177、お母様が159というところで、お父様たすお母様は引く13割る2ですね、計算されて、今回からすると、その値が 161.5 ですね。ですので、そういった側面からですね、まあ、決してこの身長が、このお子様にとって不思議な数字じゃない。最初平均的伸び率はそんなに期待値をですね大きく上回るものではないということが分かりますので、まあ、こういったような感想はやっぱあるんだなっていう印象というかですね、大きくなる要素と小さくなる要素両方持ってるって表現になります。ただし今回に関して言うとご両親の身長よりはご自身のやっぱりこういったこっち側に行くパワーっていうのが非常に強いっていう方がおそらく正しいのだと思いますので、これよりは低くなるでしょうという表現になります。採血をなしで今まで予測してくださいって表現を受ければどうでしょうかね。まあ、これを見ると、まあ、先ほどとしてこういう風にね骨の年齢が正しいとして12歳0ヶ月だとして判定した時の伸び率の期待値とそれもさらに低くなるとかこういったところが1点と 156.2 から 158.7 ここが一つのターゲットになってくると思います。ただし、まあ、今回に関して言うと残念なことなんですけども右側に外れる可能性は比較的低いのに対して早熟傾向が強い特にその思春期中非常に早いっていう兆候からはさらにこれがもっとこっち側に行く可能性はあるよっていうところになりますのでただの予想なんだけどもどっちかというとこっちに引っ張られる要素がさらに強いでしょうというふうになってきます。ということで、まあ、ここはね採血の結果を実際に見ていくわけなんですけども、もう一回ちょっと振り返りますけど、まとめってことですね。今の段階だと 156.2 から 158.7 と。ただちょっと早熟傾向が非常に強いことからは、まあこれは高くならないともちろん説明するもんじゃないんだけども、低くなる可能性も比較的あるでしょうってところがポイントになりますので、じゃあそれがね、どうなのかっていうところに次採血を見て一緒に検討していきましょう。ということで今回ね、最終身長予測するようにおいては、このですね、ALP ってあったら、この動画見てる人はよく馴染みありますね。ALP ってのが今の時点だと最終身長予測するにおいてはすごく助かります。じゃあなんでこの値が大事かっていうところを説明していきたいと思います。 ALP って何ですのってところですね。バルカリフォスファターゼなんていうふうに言いますね。全然説明になってないってことでこのね式分かりやすいです。例えばですね皆さんね車がどれだけ走りますかって質問を受けてねこう答えたらどうでしょうかね。速さかける時間ですね。そういうふうに答えましたね。50キロの車が1時間走ると50キロ進むと50キロの車が30分走ると25キロ進むね。そういったような式ですよね。まあ、これはさすがに皆さんもご納得いただけると思います。それと同様にですね、まあ、身長どれだけ伸びますかっていうふうに、ね、真似をすれば ALP×骨端線こんな風に表現して私はいいんじゃないかなというふうに思います。
。これどういう意味かっていうと、ALP が速さに該当します。なので、車で言うと時速ですよね。100キロの車で120キロの車。120キロの車で150キロの車の方が速いですね。それと同じです。それと似たような形で、時間と骨端線というのはすごく類似しているような形になります。基本的にはですね、時間はたくさん残されている方がいい。ということで、骨端線がすごく空いている方がいい。骨年齢が若い方がいいというような意味になります。今回に関してはこれが12歳0ヶ月というのはどういう意味かというと、12歳0ヶ月の一般的な日本人の女性と同じぐらい身長を伸ばすための時間が残されているよ。そういったような意味になります。それに対して今のね、ALP、速さがどうなっているかというところをね、少し次見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。ということでですね、ALP、もうちょっと深掘りして説明していきますね。今日 ALP の超説明したいと。で、これはちょっと模式図で、しかもちょっと男性をイメージして作っているところもあるんだけども、基本的には大体同じです。5歳、6歳、7歳と。横軸が年齢、縦軸が ALP ですね。こうやって見たときに、まあ、思春期とともにグッと上がるよと。グッと上がって500ぐらいをピークに打って、そこから落ちてくるよっていうようなグラフになりますので、今回ですと、乳房がですね、9歳が出てますので、まあ、9歳ぐらいからおそらく上がってって、11歳2ヶ月の、おそらくこういったような落ちてくるような段階なのかなっていうところが、まあ、予測値になるわけですね。じゃあ具体的にどの値なのかっていうので採血で見ていきましょう。今回見てみると ALP が347ってことですね。ドンピシャのイメージかなっていうような印象だと思います。これは今回に関しては正直言うとポジティブデータかなっていう印象になってきます。例えばですけども、これがもうちょっと新規が収まってくるともっともっと低くなるんですね。まあ、200台だったりだとか、超早熟の方に関して言うと175とか、そういったこともあり得るわけですね。まあ、そうやって見ても347っていうのはまだまだ伸びているっていう表現もできますので、先ほどのこういったグラフがあった時に急にこっちに行くというよりは、この1年間はまだ真下に行きそうな印象を受けるっていうことになります。具体的に言うと347って値がどんなような値かっていうところですね。この ALP という数字はですね、車レートの速さに該当するわけですね。なので年間の成長率、その1年間の成長率、もしくはまあもっと短いパターンの方がいいかな、だこれちょっと後で修正しようかなっていうぐらいだけど、年間じゃなくて、まあ、ただこの半年間での成長率とか、まあ、そういった直近の成長率、これからの非常に近い未来を予測するのに類似するわけですね。ですね、こうやって見てみると今ね、347っていう数字から見てみると、350以上あれば大体4センチ以上が期待値とかってことになってくると、大体4センチが伸びるのかなっていうところは、この1年の期待値ともこの数字から言えるわけになります。あくまでも目安ですけどね。ということで、このシートに当てはめてみます。今の状況からですね、1年後 1,2,3,4 ここの部分なんですけども、今から4センチ伸びると大体ここになります。ですので4センチ伸びててもやっぱりこっちに行くんですね。なのでやっぱりそういった意味でもやっぱこっち側に行くのかなっていうのが、この ALP からもわかるし、だけどすごくこっちに行くっていうわけじゃないってことだよね。例えばこれが ALP が175とかね、もしそういった値だとすれば、これが1年間2センチぐらいしか伸び率が期待できないけど、こういったようなところに行くわけですね。ALP が175だとこういったカーブを描くよってこと。それに対して今の状況からは、どちらかというとこういう方向にカーブが向かってるよっていうところがざっくりとですよ、分かるってことになります。当然ですよ、今の ALP が340高くても、これが例えば半年後とか200とか150とか一気に減っていくようなパターンであれば、このカーブはですね、こういう風な形成してるわけですね。こういう風にね、落ちていくわけですね。あくまでも点で評価してるわけですので、まあ、そこも一気打ちしすぎないっていうのが大事になってきます。でそれに対してね、他の要素はってところで、女性ホルモンに関して言うと、まあ、今回は46ってことですね。もうしっかりと大人の値になってるの当然ですよね。まあ、十分大人の値でしょうってところで、女性ホルモンはしっかり出てますってことですね。こういう風に11歳4ヶ月の女の子っていうのは、世間的にはまだまだ当たり前なんだけど、まあ、子供っぽいっちゃ子供っぽいんだけども、だけどホルモン的には十分にだいぶ出来上がってきてるってことも言えるかもしれません。次、亜鉛。亜鉛に関して言うと82ですね。基準値が80から130ですので、これも悪くはないかなと。まあ、もうちょっと補充してあげてもいいかもねっていう表現だと思います。鉄、これに関してはすごく厳しく見てます。ペリチンという値と TIBC という値とヘモグロビンで、この3つをクリアしているかというところを見ていきます。今回見てみると、フェリチンという値が54、4から96の基準値ですね。もう十分満たしているということですね。 TIBC これも377ってことで、276か408ってことで、まあ、これも十分基準値を満たしているでしょうと。ヘモグロビンですね、こちらの方は貧血の値を示す値ですね。そういったのも 13.5、 大人の基準値が 11.2 か 15.2 に対しても十分保たれているということで、体としてはしっかりと成熟が進んでいるのも、こういったところからも何気に分かったりもします。鉄も足りてるよってことですね。そしてビタミンですね。ビタミンに関してよく私はビタミン D を見ます。ビタミン D に関して言うと、このお子様は 19.0 ってことですね。まあ、唯一これだけが欠乏してですね、20以下だと欠乏ですので、こういったのを少し上げてあげると。40以上を一つの目安としてますので、まあ、そういったところを上げていくと、まあ、よりそうですね、もしかしたらいいかもしれないという表現ができると思います。ということですね、まあ、今回ねこういったお子様です、ね、まあ、やや早熟傾向の例ですね。特に骨の年齢や思春期症状から非常に早熟傾向が強いタイプ、一方それに対してややですね、採血の値はいい値っていう表現で、まあ、ここら辺がねターゲット年次になってくるかなと。ただ
今回左に行く可能性もしっかりありますので、今後も十分注意が必要でしょうということも言えると思います。まあ、こんな感じですね。実際はね、診療も行っています。診療に関してはこれに加えて、さらに薬物介入どういうふうにやっていくかという話もね、したりもします。ただ YouTube でね、まあ、そこまで薬物に関してとお話ししないでいいかなというふうに考えていますので、今日はこれで終わりたいと思います。今後は、ね、身長に関することをね、配信していきたいと思います。身長を増したい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、身長ビヨーン、バイバイ。